水売ってね、水。お前やっぱ水売るんだな。水商売の方なんですね。まあ水商売とか水を外して悪いことしない。はい、電波悪いふりすんな。あ、さすがやってきます。意外とうまくないか。ヒカリン頼むね。何を？え、どんどん働こうね。やっぱある程度お金をさ集めないとさ、暴れるにも暴れられないからさ、このゲームは。いや、そうなんだよね。うん、スターさん、なんかさ、お金貯めたら欲しいものとかあるの？みんなと何かしらやりたいのよ、今回の GTA は。うん、だからもうみんなの役に立つものが欲しいわけ、俺は。なんか最初はさ、なんかちょっとボスになんかね、ジジイみたいなこと言ったり、なんか危険因子、危険因子入れちゃったんじゃないかって。そんなことねえよ。マスターさん入ってくれてよかった。そうだよ。てかなんかあれだよ、思想が一番危険なのは打足って人だよ。え、君たちも、君たちもボスだよ、多分。打足さん危険なの？危険だよ、あの人は。どうして？え、あの人、あの人ね、あの本当にずるいことを考えるのが上手いから。このゲーム、極論言ったらさ、あの銀行強盗で手前の金だけ取って捕まるくらい返してたらプラスになるんだよね。なりますね。そう、でもあれって人として嫌われるんだよね。でもその人として嫌われる行動をあのおじさんは取れちゃうんだよね。それが前もなんか宝石肩ちょっとだけつまんで、そうつまんでちゃって帰ってみたいな繰り返してて、警察に人として嫌われてたから、でもそれを良しとしてるんだよ、あの人は。それをできるのがいい。そう、それできちゃうんだよね。さっきも口プとか言ってたから。今後の買い出し行く。そうだね、逃げる用の車欲しいね。高級住宅街の方行くと結構あのその高級車がよくいます。そしたらめっちゃ明るくなってたよね、車の取り方も。めっちゃ速そうな車ある。なんかね、あるね、あれ絶対速いよ多分。うん、明らかに速い。そしたらその車の前に立ってもらって、あ、そうそうそう、そしたらハンドガンをあの突きつけて、うん、運転席の人に突きつけてください、ハンドガンを。 OK、 エイリスして降りないっすか？オッケー、もうファッカーされてるけど。中指立てられてる。おい、やめろ。もっと怖い。おい、クソ、舐めろ。降りろ、これ。もっと降りろ、お前。あれ降りねえ。なんで降りねえんだ、こいつら。ギャング力が足りねえ、俺たちの。ギャング力、ムボンって言われてるよ。動け動けって言われてるぞ。すごいんだけど。ちょっと気が強すぎる？なんでだろう。いや、なんかたまにいるんですよ。でもあんな感じの気が強いやつ。撮ってくれました、あかりんさん。やってるやってる、ね、今あかりんやってる。さっきこれやったんだけどさ、なんか。おい、お前苦手なんか？うん、これなんか数字が多すぎて頭痛くなっちゃう。おー、頑張れ、あかりん。俺も苦手だから。できる。時間は。大丈夫、深呼吸。できる？できるよ。0715071。でも目が置いたのかな。半年前はもうこんなん半年。半年で置いることあるか？ないもんだ。あるよ。喋んな喋んな。本当にない。あるよ。ないもんだって。おっと。うわー、この感覚だー。懐かしい。懐かしいよ。まだ体が覚えてる。覚えてる、この、ああ、強盗のこの感触たまんねえ。あかりん、これ普通に逃げよう。ヘリ来てない。あー、これヘリだった。いないっすか、これまだ。え、どっちだ？警察ヘリだね。何してるー？助けてください。え？人質？人質います。でもやってないです。どっちが人質？どっちが人質？川瀬が人質だ。川瀬さんがね。手を挙げてる方ね。銀行強盗終わったのか。銀行強盗終わりまただ。何が何だ。あ、これさ、何か要求をできるんだよね。3分間アタック禁止とか。ヘリ禁止とか。え、でもさ、ヘリ練習したいんだけど。これはできない。あ、じゃあヘリ練習したいの？わかった。じゃあヘリはありにしよう。あ、何だから、その代わり30秒目つぶってよ。ちょっと目つぶる。それ30秒ちょっとむずだよ。でも10秒じゃない？10秒？じゃあ分かった。10、いやちょっと、いや、15秒。15、15、15、15。分かった分かった。オッケー、俺たちがエンジンスタートするとき、スタートって言うから、そっから15秒だよ。人質は誰？
結局川瀬さんだって。川瀬何知ってんねん。間違えました。オッケー、スタート行って、いきます、よーい、スタート、スタート。早い早い早いよ。早い早い、あいつ早い、やばい、やば、左とか行ってない？オッケーオッケーオッケー、左行こう、山登る、山登る、聞こえなくない？警察いたら教えた方がいい。教えて、テンパらないような声量で教えて、テンパるか、テンパらないように教えて、警察いたよみたいなさ、やめてよ。あ、これ行ったくないか、これアジト戻るよ。銀行強盗もありだけどね。いや欲張りすぎじゃない？いや、ここ4人中いけるよ。はい、完全勝利です。あかり、ナイス。お、はい、銀行強盗成功です。ナイスナイス。今ね、警察署まで警察に送ってもらった。なんでやねん。どういうこと。あかり、もう一発行こう。もう一発いっちゃう。とりあえず水持ってきたっすよ。何こいつ、何や、水売ってね、水。お前やっぱ水売るんだな。お前水売るよ。お前やっぱ水。今1350本あるけど何本言いますか。お前、お前いいのかそれで。お前 GTA でそれでいいのか。こいつただの水やっぱ売ってんな。じゃあ1本1万とかでどうすか。まさかこの2人で完全勝利してたな。二度とポンコツなんて呼ばれないよ。そうだな。俺はポンコツ呼ばれたことないぞ、あかり。え？え、勝手に仲間だと思ってた。ええ、そんなことないよ。それはそれは違うよ。俺はポンコツなんて呼ばれたことないよ。ない？ないよ、俺一度も配信してて。本当に？ないよ。確かにスタさんネギとニラ。あれポンコツではないね、あれ。怖いだね。引かれてる。ん？これどこに入れんだ？あ、あ！ちょっとガソリンスタンド爆発、あれ？やばい！え、何今の爆発は？爆発は？ポンコツと爆発混ざったわ。ポン、ば、ポン、なんだっけ？爆発。盗んだ車にあれじゃない？入れらんないんじゃないの？やって？ああ、あらあらあら。できんのか、あれ？簡単だったわ。簡単？満タン？そうだよな。ねえ、よせ、くつろぎすぎ。ちょっと船か航空機行こうかなみたいな話をしてて、ザサさん行こうよ一緒に。笹落とそうとしてる。行こうよ。笹さん、そんな車上ですよ、しょぼいっすよ。笹さん。うん、すごくない？銀行強盗すごいでしょ。ほら、笹さんも悪いことしようぜ。救急隊はもうやめてるんだって。救急隊だっけ？ジョブって今何個ありますか？おいおい、電波悪いふりすんな。あ、さすが。あいつを口説き落としたら大したもんだぞ。いやー、ちょっとあと一押し、あと一押し。いや、5押しぐらい必要なんだよな、聞いた感じ。いやいや、くそー。もしそう。あと悪そうな人いるかな。UG どうだ、 UG いけんじゃね。なんで悪い判定なんだ。いいよ。いや、なんか UG 見た目が悪そうだな。言ってるんで、あの一旦さ、なんか個人やってる友達がいるんだけどさ、そいつ誘ってみてもいい？一旦さ、クズハに電話するわ。どうぞ。しますよ。じゃあもし他のためだったら自主的に外して。悪いことしない。誘い方受けんな。オッケーです。退勤して、個人が欲しいなみたいな話になって、個人いいな。あー、じゃあチームに入らないけど個人として助けて。個人。いや、ちょっとチームなろうよ、チーム。じゃあ一旦大丈夫かな。え、じゃあリーダー、まずく、打足。あ、おい、いやいや、ちょっと待って、早いって、マジかよ。じゃあもう一人、スタンミジャパン。なんでだよ。上がりましたよ。じゃあ待ってて。はい、バイバーイ。はーい。いや、断られたわ。違う、お前ね、あの一発目に出すな、打足の名前を。そうしてて間違ってる。それがミス。打足と
にいる以外すぐ捕まりそうだなとか煽られたぞ。あいつマジふざけんなよ。だってさ、え、もしかして、うん、あ、甘いのが苦手だからマックの朝あれも苦手か、マックやだ、あの、キンキ君がなんか仲間に入りたそうにこっちを見てるけど、どうする？これ、ね、メンバー数どうなの？ダク様の星ではないんだ。いや、一応今、日本にはいるけど。日本に今住んでるの？ラプ様。まあね、生まれはちょっと NASA だけど。うん。ちょ、むずい話すんだって。何何難しくない。むずくないか。まあ、しょうがないだろ、VTuber なんて。やめ、言うな、あんま言うな、そういうこと。あんま言うな。あんま言うな。元気さんすか？元気どうしよう。メンツ10人までって言ってなかった？あと1人で10人だね。信用できる男なの？俺タクシー、いや、10秒目を離した隙に俺はタクシーを盗まれた。やばいね。いや、でもあいつの強みは地味な仕事ができるんだよ。さっきだって前職知ってる？トラックに水を運んでそれ売ってるだけだよ。それを配信でできる男って強くない？強い。強いよな。すごいね。すごくない？確かに水買ったもんね。すいません、無線知らない気に切れてました。でもやっぱ一席開けといて、やっぱ最強のメンバーを勧誘するまで取っとくのがいいんじゃない？ケンキさん多分入りたいんじゃなくて。ケンキじゃない。最強じゃない。ケンキ呼ぶぜ一回。一回呼んで、呼んでちょっと聞こうよ。面接面接しよう、ケンキを。ちょっと待った。お願いします。タクシー盗まれたんで一発だけ殴ってこれはもうケンキ来るまでにちょっと準備しとこう。エイムいい人ちょっと銃持ってよ。エイム。はいはいはい。はうまいか。だって若い打足さんよりバロうまいもん。個人まあ、打足さんよりバロうまいもんって別にプレゼン能力としては低いよ。ダンス用意でも全然。あ、ケンキをバカにすんなよ。ケンキをバカにすんな。やばい、やばい、やばい。パクパクいっちゃってる打足ラギか。ごめん。無言でパクパクいっちゃってる打足ラギか。ごめん。ごめん。怒りすぎて、もう声が走れないって言ってんじゃん。ああ、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 面接に来てくれてありがとう。あ、はい、ありがとうございます。この度お時間いただいて。まあ、何そのピッチャーチャーしたピアスなんだよお前それ。あ、すいません、これちょっと外せなくなっちゃいまして、これもう呪いです。私の組としましては青い薬のレシピを、知っております。レシピ知ってるんですか？はい、知ってます。なるほどね。一度で4つの、ものを獲得できるというような効率のレシピを知っております。すいません、兄貴レシピしてます。はい、すいません。今のはピンポイントゼロで。はい、そうしました。前職があれだもんね、君ね。水を売る商売してたもんね。そうですね、はい。普段は水を売っておりました。なるほど、なるほど。売る商売の方なんですね。まあ、水商売とか水商売。水商売水商売ですからね。はい、多分もう戦闘とかもあるけど、そこやる気を感じますね。はい、戦闘経験に関しましては、一応別のゲームにはなるんですけども、レインボーシックスシーズというゲームで世界大会2回経験しております。君強いね。まあニルカワセいるからな。あ、そうね。ね、まあ正直ニルカワセと比べてかなり快感ではある。そんな悲しいこと言うなよ。そんなことない。一回話し合う、みんなで。ちょっと一回話しよう。ちょっとおいらみんなちょっと一緒に笑って。いや、どうする、どうしますか、どうする、正直。いや、まあいいんじゃない、いいんじゃないでしょうか。有料物件ではありますよね。やる気があるよね。あ、すごい姿勢よく立ってるぞ。ははやばい、全然元気もいいと思う。NPC みたいな。さっきさ、最後の10人目にしてはみたいな話してたじゃん。してた、してた。元気はどうかなみたいなこと言って。いや、あれは言葉のあやだよね。いいんじゃない？最終確認するけど、笠さんか元気だったらどっちがいい？S まで出てるよ。決めらんねえよ。いや、元気で行こう。元気で行く？元気で行こう。じゃあ言ってきてくれ。いいと思うよ。じゃあ言うわ。肩立ててくれ。元気！仲間だ！
仲間だよ。ありがとう。よかったな。ありがとう。よかったな。みんな働くよ俺。よかったな。意外と、意外となんか動きそう、このチーム。マンパワーを手に入れるっていう一番最初の段階がスキップできた。どう統率するかで決まるね。スタート地点はかなり低いけど